はセットクマに当たりなんですね。なんとあのタイミングで天敗が入ったセットクマ、フリテンドリアンウソを引き戻して三色ドラドラの当たりです。さあこの2曲親は森かなりの後輩敗でしたよ。こちらはセットクマ振り込み法順となったのがこちらの水原です。赤嘘1枚次の本の手すごいですよ、見てください。赤チームすごい、ドラドラ赤やばいよ。もうまあね、そっちピンから赤1枚打ってもね全然いいからね。さあ白鳥一面つ完成、ドラのウーピン1枚、これはもうこちらから見ても圧倒的掘りですね。圧倒的ですね、来てますよこれ皆さん盛り上がって。これはこれは本当に、はい、昨年 ね桜ナイツ悲願の初優勝を獲得したわけですが、やはりその優勝の立役者、この堀慎吾なくしてその優勝はもうなかったかもしれないと言われるぐらいの選手なんですが、今季のここまでの苦戦は石橋さんどのあたりにこうなんか要因とか感じたりしますか。堀さんの方に解説すること多いんですけど、はい、やっぱ僕が原因で負けてるってわけじゃないですけど、もちろん私のこと一言も言ってないけどどうしたんですか。そんな比較的なこと言って、はい、なんで負けてるか。あ、4ある。やめてやめて、ちょっとちょっと、ちょっとリーチはやめてんだね、さすがにやめだね。さあ、そこからうなるようなリーチの発生、どうして回転が来た、高いぞ高いぞ、リャンウソ。うわ、これスモグラ倍は4山、いやでも十分でしょ。珍しいな、堀さんこういうのやってみたいですね。やっぱりね、こういういい手がね、さっとあるのが大事で、はい、まあ、堀はやっぱりこういうね、恵まれた手がなかなか来なかったっていうのもあると思うんですよね。なるほど、いわゆる麻雀で一番操るのが難しい運の部分でちょっと恵まれてなかったと。で運は出ない。ただこれはで水原さんもいいじゃないですか、ドラさん、うん、しかもウーマン引いて街も分かりやすくピタッと来ました。リャンソー凄い裏6セオル決めるか、一気に4枚だな、積もった瞬間6セオルですね。カーもね、だいぶ強いよ。どうせじゃなかったから蹴った上に白鳥いいシャンって言った、突っかかるか白鳥翔、堀慎吾の永遠のライバル、至極対究極。また減っちゃった、減りすぎじゃない。また減っちゃいましたよ、減りすぎじゃない。うわー、いやー、プッシュプッシュプッシュですね。形は良くないですけど打点がありますからね。白鳥ですね、打点かけてる分だけ今チーソー通って寸相が中筋ぐらいですね。そうですね、ひねり出すと無筋のパーピングぐらいですかね。まあ、そこまで無理に降りる手ではないので、ここまで来たら乗りかかった船、プッシュプッシュプッシュか、うん、ってことですよ。数層中筋になってたからちょっと降りやすいか、もし白鳥選手がリャンソーとか掴んだらちょっと危ない。行こう、だいぶ危ないんじゃないですか。だいぶ危ないですよね。6000、8000。さあこのリャンウーソーですが、ウーソーがあと1枚とリャンソーがあと1枚の2枚、怖い怖い怖いね。今とか上げるか、さくらナイツとしては絶対上がりたいですよね。誰も出す上がりたい、うん、ちなみに怖い、これは怖い、はい、天地だ、天地の差だ、これは先ほどですね、天地の差だ。質問番来ました、どうかな、よっ、いやー、裏一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 、ちょっとね、堀と瀬戸クマっていうのは状況が違います。違いました、はい、さあ、何の4曲です。親は瀬戸クマ、うわー、来た、ドラドラか、ドラドラから、チャンスですね。もう真っ直ぐ行くだけですよ、瀬戸クマ。そっちですね、さすがにチーさすがにチーですよね、堀もいい、まあまあね。そして白鳥と水原も本当にこれ上がり競争ですから、そういうのもあってね、水原が仕掛けの判断したと思うんですよね。はい、瀬戸くんはもういらない範囲切るだけでしょっていう、ね、何でも泣けますよねと、あー、ポンだ、切らない、ピンピン、これ切るよ、いやー、怖い怖い怖い、瀬戸くんの仕掛けいくらおらせでも怖いですよこれ。堀さんの換算ピン、ポンならまだっていう感じしません。一応水原の仕掛けも入っちゃってますし、少しさばやみたいですけど、でも瀬戸くんはだって2風呂すらそこまでないんじゃないですか、そもそも、3風呂、3風呂前提とか考えにくいんでね。ただ堀は行くしかないか、小さな、これはドラ表示牌、もう先に切るんじゃないですか。あ、ちょっと瀬戸駒の天敗警戒してるかもしれないね、飽きちゃうかもしれない。瀬戸駒ドラドラ前提って読むと、はい、数層がめちゃくちゃきついですね。うわ、できちゃった、天敗だ、きついけど、あ、でもこれ水原から数層が出るないですもんね、今は引かれたらですね、数層が
バゼロ？テンパった。いや。あ、テンパイ、カンサンピ。いやいや、ないんだって。ないんだ。脈なし。スーソン、宮川さん。え、ちゃんと。絶対きつくないじゃん。頑張れ頑張れ。いいよ。あ、本当だ。でもないんだ。3分後、1分後。ちゃんとできないじゃん。水原が1枚持ってる。2枚から。手代わり、手代わり。上の方に。上の方に。上、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 これ今チーソー通っちゃっただけに、これスーソー打つかもしんないですね。頑張れ、頑張れ。ショー、ただシナトリがリャンメン、リャンメン。ショーショー、しっかりしてから一回手出しちゃってますからね。7万打ってますね。ただ今チーソー通しちゃったんですよ。あー、そっか。はい、なのでこれスーソーちょっと危ない気がしますね、掴んだら。シナトリこれ9ピンじゃないですか。4000オールは一色に見える。いや、7万手出したもんな。ちょっと瀬戸駒の扱いいろいろあるね。薬杯あんことかもケアしないといいですかね。いや、瀬戸駒の指先が激しく触れますね。ちょ、可能性としてはトンあんことかもあるんでね。はい、ちょっとやっぱり瀬戸駒の仕掛けが少ないの知ってますか。あ、これやっぱりなってない、これリーチが間違わないか。 E スーピン、 E ピンちぎれE ピン切れば安全にテンパがキープできる。ただそれはね、手代わりがなくなっちゃうんですよね。なるほど、数ピン切るか2ピン切るかじゃないですね。もうなんか上がんなきゃいけない。 E1 枚、 E ピン1枚、数ピン0。なんで水原さんも3ピンポンされてて、まあいい街。なるほど、あー、リアンメンだった。そう、現物、現物切って現物待ち。いや、これ E ピン1だ。水原勝ち、スッチーソー、これチーソーが増えたけど、チーソーは1枚増えただけかな。じゃあ3だ、3対1だ、これ3対1、3対1。 E ピンが1枚ですね。 E ピン1枚しかない、ただ陣内。 E ピンはかなり狙い目ですからね。ワンチャンスですね、前回からの。ただ3連敗2ピンですけどね。3ピンがポンされてて、チーソー増えてないか、ごめんなさい。チーソー0、どうしたよ。よし、いい情報。数層が2枚で、 E ピンが1枚。あ、でもこれ堀狩り一望出しても2000点前だったら大丈夫か。あー、打ってた、打ってた。ダメだ、2000点ダメだ、打っちゃ。あー、瀬戸熊三蔵合わせただけだけ。どうやっても、これ先輩か分かんないっすよ、瀬戸熊。だってリーチ一発で現物切ってますからね。手からですね。そうちゃんが一番堀に痛い。堀には通りそう。そうちゃんが一番ノーチャンスじゃないの。ノーチャンスだ。数層三層四枚目てて、ただ瀬戸熊が本当にあの時に関数層からロー層引き取ったんだけですね。ですね。いや、打つかもしれないよ。数万どうなんですか。数万が打てない。ワンチャンスだ。でもちょっと数層打って粘るあるのか。これ水原と数、いや、打つかもしれない。いつに見えて数層が水原のスッチ層に当たるかどうかとかもあるんですよ。そっかそっかそっか。ただその場合って5678からいきなり急層地位してることになるんで、水原はあんまりやらなそうなんですよね。うわー、受けた。これで数層出ないですね。1対1だ。おじゃ、勝つぞ。となると E ピンがある。で、水原さんにすると2000点だからセーフ。もし張ったとしても。そうなんだ。そうなんだ。あー、E ピンある。これ、数層は本来掴むはずだった牌が流れてる。もう一丁引いてみろ、数層。シラトリ、もう一丁数層引くある。もう一丁引いてみろ、シラトリ。いや、よくこらえたな、これ、シラトリ。本当ですね。リッチまでしないぐらいです。これで E 層ってことじゃ。できないんだ。いやー、トンは、いや、インソーすら危ないって思ってるかもしれない。あのこれやめそうっすね。上がりトップの人がリーチ来るってことは、うん、よしよし、これで進そう、いい街なんですよ。はい、7番現物ついたけど関係ない。なので、まあ、両面とは限らず出やすい街かもしれないってなると、インソーシャンポンもちょっと考えましたよね。いるでしょ。いや、 EP1 枚、数層1枚、桜ないつか雷電か。いや、見えない。もうパイだけやん。ごめんなさい、数層全部になった。あー、なくなった。これは偉い、偉い、ありがとう。この瞬間、今、外側の勝ちがない。押した方がいい、押した方がいい。あ、チーだ、これ。そう、仕掛けにあったのシャンポンにあったの。いいことしてない。あー、嘘までなくなり、アンピン。あ、勝負か。勝負でしょうね。これ、もし堀が振り込んだとしても、何やか7、6ですもんね。これ堀が振り込んだとしても、瀬戸熊の堀の勝ち。200点堀が上がってます。負けなし。で、水原が勝ったら単独で3着。E ピンで1も出てる。E ピンであって3面じゃん。うわー、数層はなくなった。まだ E ピンすらある。3
3人だから3面茶なんだなんだチーピン。いやー勝負だ。3人で3面茶よこれ。流局はしない。これは決まるぞ。どっちだ。いずれにしてもサクラライズの優勝か優勝というかどこか。うん？ケイテン。なんでケイテン取ってもらった方がいい？ローセイカレルからね。ローセイカレル取ってもらった方がいいですよ。取ってもらった。だって天才になった方が遠くない。そらランピンは4山やっぱりそんなにあるんだ。はい、めちゃくちゃありますね。これテントって上がりになっちゃうの怖い。ローソービットとかマジから3対1対0。そうこれあのケイテになった方がほらその場に1回増えるから上がりついて見てくる。白鳥がよくこらえましたよこれ。白鳥はこれ流局まで耐えられるかどうか考えてますね。ケイシテンパイとってそう俺も意味ないと思う。いやでもうちらからすればチーしてもらったことですからね。チーをしてイーソーを打って現物を消費するわけではないですよね。チーソーパーソーはないでこの後だな。あ、678がピンズ通ってるんですね。あと一応え、これ釣り点じゃない。スッチーマンチーしてもらったらいいんだよね。やばい、これやばい、これ逆や。2600 26ですね。これ2600、これが飛び込んだら瀬戸熊ですよ。2000はダメだけど回復ください。1200最後は堀です。最後は堀井に買い流れた関数層リーチツモアタは堀がトップです。いやーこれは9戦ぶりかな。かなり久しぶりのトップにたどり着いたのが桜内総理信号。いや水原と白鳥の争い、瀬戸倉と堀の争い、最後の最後まで分かりませんでしたが軍配は堀井。